にちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はイケアの竹製のスツール椅子ですねを紹介したいと思います。よいしょ、ちょっと持ってきましたよ。これです。これ竹、これよく見るとあの竹の廃材で作られたエコなあのスツールみたいですね。はい、もうこれですね、あの4年前にイケアのお店に行って、もうあの一目惚れしてね、衝動買いしました。はい、これあの2脚買ったんですが、あの 2脚こう重ねられるんですよ。あの重ねて収納できるので、あの結構ね、あの急な来客ですとかそういった時に便利だなと思って買いました。どうですか、すごくおしゃれじゃないですか。はい、でこの竹製のスツール、いいところとしてはすっごい安定感があるんですよ。はい、安定感があるのでもう全然びくともしないですね。はい、で一つちょっとな、あの使ってて難点だなと思ったのが、この足の部分に結構あの引っかかっちゃうんですよね。あのちょっと邪魔というか、あのこの椅子のね、脇を歩くたんびにちょっとゴツンってぶつかったりするので、ちょっとこうかさばるかなっていう感じですね。うん、けどこれをデザイン、スタイリッシュのデザインと結構このね、バンブー竹を使ったものがすごくおしゃれだなと思ってね、買いました。で当時4年前に買った時はあの4000円だったんですが、今ちょっとネットで見たら5000円に値上がりしてましたかね。ちょっと値段上がっちゃったかもしれませんが、あの5000円程度でね、結構おしゃれなね、スツールいいですよね。ね、イケアさんやっぱデザインがおしゃれですよね。はい、ということでね、この今日はですね、イケアの竹製のスツールについてのご紹介でした。ぜひこの大きさとか参考にしてください。これぐらい、あのちょっと大きめのスツールですね。うん、けどいいですよ、子供から大人まで使えますしね。やっぱあの頑丈なのはいいですよね。で、おしゃれ、そう、こんな感じ。うん、はい、ご清聴ありがとうございました。